めっちゃさ、スマホの画面だとさ、ちっちゃくて違和感だ。ただいま。やばい、これが映ってる。枕も映ってる。なんで急にさ、こんなにさ、布団も映ってるし。画面広く。なんかめっちゃさ、画面広くなった、急に。そんな映さないでよ。すごい画面ちっちゃくて見にくい。全然隠れられへんわ。でも画質は良くなったでしょ、さっきより。ね、画面広くない？めっちゃ。やめてほしいねんけど。広角すぎるな。じゃあもうね、時間もないということで始めましょう。こう見たら髪の毛長、さっき鏡で見たらめっちゃ短く感じたのに。じゃあね、行ってきましょう。何にしよっかな。 まずミラーボールを回すかも悩むよな。髪めっちゃ切った。え、めっちゃではないか、結構ね切ったんですよ。でもこの間だけど思ったより。これです。「
次の曲決めた。ちょっと難しかった。これでしょ。ミラーボール回したい。あぶ。私のためじゃない香水は
渋い。一番大好き。パチパチ、ありがとう。今日は明るいからさ、ミラーボール感がないんだよな。暗すぎるよな。せっかくなのにさ。あ、これめっちゃいい。やっぱひな祭りやからミラーボール回しとこう。これで。あとすごい広角やから顔がなんか広く見えちゃうけど。こんな顔しない。なんかめっちゃ。離れてるように見える全部が。いっか、ぼんぼりありがとう。ド派手に行きます。今日はすごく暗い気分、じゃ暗い曲の気分です。これにしよう。イコラブさん祭り。You're
これにしよう。じゃあちょっと珍しい曲を歌いたいと思います。歌えるかな。
最近ね聞いてるんですよ。乃木坂さんです。最近聞いてるんです。もう一個歌いますね。ちょっとびっくりした。ちょっと D メロが、ちょっと歌えるかわかんないですけど、よかったら本当にごめんなさい。でもちょっと好きな曲があるんです。やっぱさ、実際さ、曲を聴かずに自分だけで歌うのって難しいですよね。
サインやっとゲットして早く会えますように。ありがとう、今回もゲットしてくれて。早く会おうね。こっちのさ、リボンがさ、取れそう。ゆるゆるなんですよね。サイリウムありがとう。あと30分です。どうしよっかな。だから配信始めて1時間経ったってことや。早っ。早いもんですね。なんかありますか？お腹すいたなー。きょうちゃん、今日は暗い曲の気分なんです。でも今日暗い曲好きなんよ。で、思い出以上あったら多分今日か永遠にリピートしてたと思う。多分きょうちゃんの好きな曲を聴きたい。嬉しいな。思い出以上があったら多分もうそればっかり歌ってたと思うからね。危ない危ない。決めました。歌ったことあるっけな。
お腹すいた。サイリウムありがとう、ミラーボールもありがとうでした。お腹すいた、サイリウムハートありがとう。ラーメン、ラーメンいいな、お腹ちゅいた。じゃあこれにしてみましょう。今日いっぱい歌ってる。
もね、あと15分しかないからね、多分あと 2曲ぐらいかな、3曲ぐらいかな。好き、やっぱバラード好きなんですよね。今日か思い出以上と夜風の仕業があったら多分一日中無限ループしてると思います。2周年です、ありがとうございます。お腹空いた。別なと制服の目の曲全部入ってたら最高なんやけどね。ホログラムは多分まだないと思います。万華鏡が好き、嬉しい。万華鏡もあったら多分無限ループですね。なんでないの？ブラウン好き、え、嬉しい。どうしよう。レインボースターありがとう。あのね、SK の曲を歌ってないということに気づいたので。歌っていきたいと思います。ちょっと今日も夜なんでね、もう暗いですね。どれだ、そんな美しい
はい、この曲大好きということで、もう次で最後にしたいと思います。ミラーボールありがとう。じゃあね、ちょっとあエコーかかった。ちょっとだけ懐かしい曲、きょうちゃんからすると、ちょっとだけ、ちょっとだけ懐かしいと思うかもしれない。まあ、最後まで暗くいきましょう。
やばいよ、あと3分しかないよということで、今日は2周年記念ということでカラオケとかしてみました。長い、結構長いことやったんですけど、見てくれてありがとうございました。明日は時間がない子で少し久しぶり、少し久しぶりなんですけれども、楽しんでいきたいと思います。明日さくちゃんが初出演ということで楽しんでいきましょう。愛爆発、あれですね、ティーンズユニット投票期間中ですので皆さん応援よろしくお願いします。そしてトーク会、握手会、ツーショット会覚えてますか？まだまだ5時販売中なのでたくさん待ってますって言ってみました。最高の配信ありがとう。こちらこそありがとう。お腹すいたですね。じゃあランキング読みます。13位きょうちゃん、12位きょうちゃん、11位きょうちゃん、10位きょうちゃん、9位きょうちゃん、8位きょうちゃん、7位はゆうきさん、ゆうきさん、6位きょうちゃん、5位は犬、4位はきょうちゃん、3位きょうちゃん、2位きょうちゃん、1位きょうちゃん。たくさんきょうちゃんありがとうございました。じゃあスクショタイムしていきたいと思います。2周年記念でした。3年目もたくさん応援させてね、ありがとう。ずっと一緒にいてください。じゃあね、みんな、また明日、おやすみなさい。以上、2周年記念日のきょうちゃんでした。あとハッピーひな祭り、これももう見納めですので、ハッピーひな祭りも今日で終わりです。バイバイ。明日もよろしく。